はい、どうも皆さん、こんにちは、つのキャップです。はい、まあ、前回からね、連続で撮ってるんですけど、まあね、早速やっていきたいと思います。もう続きがめっちゃ気になる異変やっていきましょう。エピソード2、もうめっちゃ気になってね、やばい、今日夜寝れなくなりそうだ。雨が降ってる。多分話はさっきの続きだと思うんですけど、あ、さっきの子だ。なんか声がいつもと違う。怖いっす。あ、お父さん、これお父さんだね。お母さんすぐに帰ってくるさ。よし、歩いてこう。つぐみを置いてどっか行っちゃうわけないだろ。それな、まだ小学生だもんな。お父さん仕事あるからあんまりお迎えもしてあげられないけど、最低、仕事より子供大切にしなさい。お母さんが帰ってくるまでの辛抱だからな。だから元気出せ。かっこいいお父さんだ。また雨降ってきたなー。あー、なんかこれ竹井節に似てる、顔面が。あ、きめえ。ダメだ。この お父さん危ねえ。このお父さん危ねえよ。竹井節に似てる。よし、今まで。ん？よし、家まで。お父さんと競争だ。いいお父さんだな。よーい、ドン。ずるいよ、お父さん。いい！お父さん、置いていくのはよくない。怖い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 。早く逃げろ。お父さん走り方が面白かったな。次の日、進めない。あ、進めた。お母さんのこと警察には届けてあるからな。あるから、すぐにおまわりさんが見つけてくれるからな。お父さん、明日は仕事でお迎えできないけど、つぐみは一人で大丈夫だよな。なんだこれは、怪しい車が止まっている。誰だこの男性。誰この人。あ、警察の人。ご苦労様です。あー、これ顔が怖え。この辺は常時巡回、常時で合ってる。まあね、巡回してますからご安心ください。お嬢ちゃんも何か見つけたら。誰だよ、本宮って。本宮でいいのかな。本宮に言うんだよ。誰だよ本宮って。お父さんにも言いなさい。はーい。かわいいよ。それではよろしくお願いします。おまわりさんがいれば心強いな。うん。かわいいな。小学生。この警察官殺したとかか。あ、合ってるじゃん俺。え、この警察官殺したのか。そうじゃない、今の。だってあん中にいるんでしょ。次の日、わかんないけど、あれ、あ、そっか、お父さんいないのか。お母さんいつ帰ってくるかな。つぐみがいい子してたら帰ってくるかな。十分いい子だと思うけどね。ここ雨多いな。沖縄県か。なら仕方がない。明日からは天気予報ちゃんと見よう。えらい、行くぞ、ダッシュだ。タカ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 。誰、警察官いねえんだけど。おい、横見ろよ。怖い。え、警察官も死んじゃったの、これは。やば。次の日、怖い。怖、あれ、なんだろう。
お、なんか今回人がいっぱいいる。おまわりさんがいっぱい。確かに泥棒かな。お、この人おっぱいでけ、おっぱいでけ。顔面が当たるぞ。おっ、おお。こういうゲームじゃないのでね、まあ、このノリはやめましょう。おまわりさんがいっぱいいてちょっと安心。危険な地域にし、こんなのあったらね、いつも言ってくれればいいのに。こんなあった方がちょっと怖くない？小学生にとって。怖い。おーっと、次また出ましたけど、今回もここで終わりたいと思います。皆様最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。よくなくてもお願いします。それでは皆様また会いましょう。バイバーイ。